今日のステージもすごい熱気がもう満ち溢れてて、なんかやっぱ人も多いんですけど、上からも結構みんなのことが見えるので、すごいなんかおしゃれをして来てくれてる子がいっぱいで、もう上から見てても楽しかったです。今日のファッションのポイントはですね、この腕についてるファーですね。今年は結構ファーでも洋服の中の一部、ポッケだけとか腕のとこだけとかで、こう一部にファーがついてるものがすごい流行っているので、これはすごい今年トレンドだなと思います。そうですね、やっぱりこう春夏からの違いってなると、すごいやっぱニットが着たくなる時期なので、結構今年はちょっと背中が空いてたりとか、ちょっと空きがあるゆるニットをすごい今ちょっと欲しいなと思っているところです。そうですね、色は今年結構カーキが気になってるので、多分カーキのニットを買うと思うんですけど、なんかそれにこうベージュのロングスカートとか、ちょっとこうゆるっとしたものにゆるっとしたものを合わせたコーディネートがしたいかなと思ってます。そうですね、結婚して1年ちょっと経って、ようやくこう自分も家事にも慣れてきたとこなので、すごい料理が苦手だったんですけど、なんかどうにか最近はちょっと1時間半ぐらいで3品ぐらいできるようになってだいぶそこは自分でもちょっと成長したかなって思うとこなんで、なんか肉料理ばっかり作ってるので、ちょっともうちょっと肉料理を開発したいかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。そのお料理の腕が上達されてるってことなんですが、なんか得意な料理とかありますか？なんかコトコト煮込むのが好きなので、焼くよりも、なので結構煮物とかが好きで、肉じゃがとか、あと結構好きで作るのはビーフシチューとかを作ってます。はい、やっぱりこう寒くなってくるので、みんなやっぱ体が冷えがちだと思うんですけど、夏場もなるべくこう湯船には浸かるようにしてるんですが、冬は特にバスソルトをたっぷり入れたバスタブに使って、汗をたくさんかいて、こうその日の冷えを取ることがやっぱり一番大事にしていることで、料理でもスープとかに結構生姜を刻んで入れたりとかするとすごい温まるので、そういうのを多くやってます。そうですね、今年1年はこう雑誌を中心にやってきたんですけど、来年もやっぱりこう写真の仕事がすごい好きなので、雑誌を中心にしながら、皆さんに多く見てもらえるように、テレビとかもやっていけたらいいかなとは思ってるんですが、来年まで大作家らしいのでそこそこ頑張りながらやりたいかなと思ってます。